こんにちは、古美術文大の谷部です。当社は広島県福山市を中心に、中四国で骨董品の買い取りを、行っております。こちらの動画では、お客様からお買い取りした、商品をですね、皆様に配信していこうと思っております。じゃあ今日はですね、こちらの商品ですね、備前焼の宝品というものですね。宝の瓶と書いて宝品というもので、お茶を入れてですね、注ぐ急須ですね。ただ形が非常に面白くて、ちょっと作家さんがですね分からなかったんですけども、形が非常に面白くですね、文福茶釜の形をしてますね。文福茶釜って童話で、あるですね、狸が釜の形になってっていうやつですね。非常に可愛らしい作風で面白いですね。はい、じゃあこちらの動画では、このようにお買い取りした商品をですね、配信をさせていただきますが、作家さんとか有名な作家さんとかじゃなくてもですね、形とかですね、作りとかでですね、査定はさせていただきますので、もし、お宅にですねお茶道具とかですね売ってましたらですね、ぜひこちらまでですねご連絡いただけましたら、お買い取り出張買い取りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。